フェクトデイズドイツの巨匠が描くトイレ清掃員の日常、アカデミー賞注目作品を紹介。いよいよ、日本時間11日に迫った映画の祭典、第96回アカデミー賞授賞式。栄冠に輝くのは、どの作品なのか、国際長編映画賞にノミネートされている、パーフェクトデイズを紹介します。監督を務めたのは、パリ、テキサスや、ベルリン、天使の歌などで知られる、ドイツの巨匠、ヴィム・ヴェンダース監督。作品の舞台には、建築家、安藤忠雄さんなど16人のクリエイターが手掛けた、東京、渋谷にある、ザ・東京トイレプロジェクトのトイレが使用されました。主演、役所広司さんは、カンヌで最優秀男優賞に。映画、パーフェクトデイズ、公開中は、役所広司さん演じるトイレの清掃員、平山の日常が描かれる物語。第76回カンヌ国際映画祭では、役所さんが最優秀男優賞を受賞するなど、世界的にも注目されています。国際長編映画賞受賞となれば、濱口竜介監督のドライブ・マイ・カー以来2年ぶりとなります。果たして、オスカー獲得なるか、授賞式は、日本時間11日に行われます。